古今線は、上海市と雲南省昆明市を結ぶ中国国鉄の鉄道路線である。中国南部を東西に結ぶ幹線であり、中国鉄道の基幹路線網である八縦八横の一つである。気有の国位線、節線、証券線、気今線の4本の路線を合わせてできた。鉄道部は2007年の第6次大日下げ即実施後に、 全国の主要幹線に最高速度時速 200km を超える高速列車を運行し始めた。これら4本の路線は、向井津々直通線完成後の2006年12月31日18時に合併して古今線となった。古今線の起点は上海駅、終点は昆明駅で、全長 2690km で大部分が複線電化されている。そして、 全長 10km の上海南線により、上海南駅に連絡している。上海市と石膏省内は、上海鉄路局管轄、厚生省内は、南省鉄路局管轄、湖南省内は、甲州鉄路集団管轄、紀州省内は、生都鉄路局管轄、雲南省内は、昆明鉄路局管轄である。二道岸駅広州市内は、 加計橋甲州南間で新線とバイパス線に分かれる。新線には甲州東駅、バイパス線には甲州駅がある。また、本路線と並行する高速鉄道路線として、古今旅客専用線がある。上海南、上海松江加工大会安市加計橋、計橋甲州東、甲州小山西甲州南急近貨、九州玉山。 上峰高谷神京横ょうよこみねたかたんしんけん、りょかし、け、くすの木いきいりからよ春から、浮き草高こうざけりょうかぶすしょうたさざなみ源から新ん浦から、懐片ころかたまへいがいりきやすじゅんだから、六番水、千竹い、局んたしやすしこんありがとうございます。